はい、こんにちは。ピザを作ります。今日はね、ピザといっても、イタリアンバジルを作りたかったんだけど、まだバジルが育ってないんで、バジルソース、自家製のバジルソースがちょっと終わっちゃったんで、市販のバジルソースを使って、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにピザ生地は、簡易的な市販のものを買ってきてます。こちら使いたいと思います。ちょっと見てください、はい、まずね、このオリーブオイルを下地につきます。そしたらこのピザ生地ね、これをつきます。オイルをこうしっかり、続いてチーズを乗せていきます。これが結構美味しいみたいな、チーズ。こんな感じで。したら最後にこのバジルソース。バジルソースをかけていきましょう。焼いていきます。はい、かまいい、かまいい、よいしはい、じゃあ美味しくね、出来上がりました。こんな感じでね、熱いね、熱い。これはちょっと食べると、ちょっと箸の方がいいかな。箸の方が良さそう。はい、熱々。ちょっといただいてみます。いいですか？いただきます。熱っ、うまっ。一口でいくよ。棒のうまっ、なかなかいけるね。あー、熱いよ。これはね、回転しながらね、やるんだよ。だいぶね、火を弱くしたんだけど、それでも熱いね。携帯が燃えちゃうかもしんない。熱い。
そう、くるくる回しながらね。でもね、火をね、ほら見てわかるかな、だいぶ弱くしたんでね、じっくり焼いていけるかな今回は。はいはい、美味しくできましたね。美味しそう、美味しそうにできましたね。どうですか、クリスピーでしょ、イタリアンバジルです、ね、熱々美味しい。ちょっとねいただいてみたいと思います。このイタリアンバジルの特徴はですね、非常に作り方がシンプルなんだけど味に深みがあって美味しいと、まあこういうね、料理は日本ではなかなかないんですけど、ピザ窯があれば作れますね。ということで今回作ってみましたんでね、皆さんもぜひね機会があったら作ってみてくださいね。また会いましょう。はい、良かった方はグッドボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。どうも。